これより第2クォーターに入ります。攻守方向を変わりまして、ユニコーン相手陣39ヤードからフォースダウン残り1ヤードの状況に入りますが、ユニコーンプレーを選択します。フォースダウンギャンブル。ナイスラン、ファーストランギャンブル成功。ここでユニコーンダイブフェイクでランニングバックにトスをして左オープンへのスリープレー、託されたランニングバック5番見事に攻撃権更新果たしまして、ユニコーンファーストラン1回目の攻撃に戻します。見事ギャンブル決めました。ランニングバック5番は栗原、福岡教育大学出身のプレイヤーです。ユニコーン相手陣30ヤードからファーストダウン10。ランニングバック5番再び今度はハンドオフを受けて中央突破を図りました。一旦そのコースは詰まっていましたが、そこからタイミングをずらして右オープン展開し攻撃権更新です。ナイスラン、ファースター。ランニングバック5番栗原、素晴らしいランをここで続けたままに決めました。ユニコーン相手陣20ヤードに入りましたのファーストダウン10。クォーターバック、ここで右スプリントアウトからパスを投じようとしましたが、プレッシャーから左に逃げてパスを投げ捨てました。攻撃権1つ失ってセカンドダウンに変わります。ユニコーン相手陣20ヤードからセカンドダウン10。ランニングバック5番、ハンドオフオプションでボールを託され左オープンに展開、そこから切れ上がり約8ヤードゲインしております。失礼、7ヤードのゲインをしています。キャリア5番は栗原、福岡教育大学出身のプレイヤーです。ユニコーン相手陣12ヤードからサダウン2。パス成功。パス。ここでクォーターバック。中央に走り込んだワイドレシーバーにタイミングパスを投じ、これを見事レシーバーキャッチしまして攻撃権更新です。ユニコーンファースター。パスを取りましたのはユニコーン18番の新藤、福岡大学出身。ユニコーンこれにより相手陣5ヤードからファーストダウン2ゴールの状況になります。中央へのランプレーによる突破をまず図ろうとしましたが、これは CA コルベツ、コルベツディフェンス陣が踏まれまして、このランプレーゲインノーゲインと変えています。対応しましたのは CA コルベツの10番の鴻上、九州産業大学出身。53番梶原、九州産業大学出身のプレイヤーです。
ユニコーンセカンドトゥーゴール残り5ヤード。ここでホイッスル。ユニコーンここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ユニコーンまずここをゲームの要点と考え、ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。さあこのタイムアウトの仕切り直しでどのような作戦を立ててくるでしょうか。まもなくタイムアウト解けます。試合再開です。ユニコーンセカンドトゥーゴール残り5ヤード。パス成功。タッチアウト。ここで中央付近に走り込んだワイドレシーバー18番のパス、18番へのパスでした。これを18番キャッチ。そしてそこから体をねじ込んでいき、味方オフェンスラインマン71番のフォローもありまして、エンドゾーンに入ってタッチアウト。 CA コルベッツ6点獲得となりました。見事タッチダウンパスキャッチとしました CA コルベッツ6番は新藤、失礼しました、CA コルベッツ6、18番素晴らしいキャッチでした。失礼しました。チーム名の誤りがあります。混乱しておりまして申し訳ございません。得点を挙げましたのはユニコーンでした。ユニコーンが立ちだ。そしてトライフォーポイント。キック成功、1点追加。ユニコーン7点、 CA コルベツ0点となりました。まずユニコーンが立ちダウンで先制といたしました。見事立ちダウンパスを決めました。ワイドレシーバー18番は新藤、福岡大学出身。そしてそれをフォローし見事タッチダウンに結びつけてましたオフェンスラインマン71番は石川、広島大学出身です。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをエンドゾーンに、ゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点となります。さらにタッチダウンはその後にワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点さらにプラスします。これと自殺点2点のセーフティーを加えまして2点3点6点7点8点の5通りとなります。そしてキックオフは得点を挙げたユニコーンのキックオフで試合再開です。さあ CA コルベツリターンに入りました。このリターンによりコルベッツ自陣26ヤード付近からの攻撃と変わります。アメリカンフットボールはラグビーと違って得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。従いまして必然的に得点を奪われた側が次の攻撃を得やすい状況になっています。また得点方法は2点3点6点7点8点の足し算になります。これによりまして引き分けが起こりにくい得点構造になっています。CA コルベツ反撃となるシリーズ開始します。ボールオン自陣26ヤードからファーストアウト。ナニバック5番ハンドオフを託され左オープンに スピードの乗ったランプレー、一気に相手ディフェンスをまくるように約4ヤードのゲインとしています。
CA コルベッツランニング枠5番は久野、福岡大学出身のチームのバイスキャプテンです。CA コルベッツセカンドダウン6、ボールオン自陣31ヤード。パス不成功。ここで右に走り込んだレシーバーへパスを投じましたが、あわやこれはユニフォームがインターセプトするかという素晴らしいディフェンスを見せました。結果的にはパス失敗となりまして、ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。ボールの停止位置を訂正いたします。 CA コルベッツ自陣31ヤードからサードダウン5。ユニコーン、ナイスディフェンス。ここでランニング枠5番にフレアパス、ランニング枠への横展開のパスを投じまして、そこから走らせようという選択でしたが、しかしこれをユニコーン1番が見事にロスタックル、5ヤード下げましてフォースダウンに変えます。素晴らしい対応したのはユニコーン1番のトヨタ、福岡大学出身のプレイヤーです。CA コルベッツフォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。さあこのボールどちらを抑えるか。このパントをユニコーン果敢にもリターンしようと試みましたが、この時にボールをキャッチできませんでした。触れていたため、この場合はどちらが抑えてもその攻撃権を得ることができます。幸いユニコーンが自ら抑えたので攻守交代となりました。ユニコーン自陣39ヤードからの攻撃に変わります。ユニコーン自陣39ヤードからファーストアウト10。さあここでランニングバックにトスしてのスイープレー、相手ディフェンスを吐き取るように右オープンへランプレーを展開しました。託されたランニングバック5番、これにより約4ヤードのゲインとしています。ユニコーンランニングバック4番は栗原、福岡教育大学出身。ここでレフェリータイムアウト、ウォーターブレイクが入ります。現在状況はユニコーンタッチダウンを1つ上げて7点リードしている状況になっています。ここのウォーターブレイクにより双方とも現時点での状況確認をしていると思われます。第2クォーター前半残り時間は残り6分を切ったところです。この6分間の攻防でこの得点差どのように変わるでしょうか。さあ試合再開となります。ユニコーン自陣44ヤードからセカンドダウン6で試合再開となります。これはコルベッツナイスです。ユニコーンここでオプションプレーを展開、クォーターバック
キープ引きつけながらランニングバックにトスをして29番の突破を図りましたが、これをコルベッツ素晴らしいディフェンス対応しまして、このランプレーによるゲインほとんどなしに変えました。ユニコーン自陣45ヤードからサードアンド5。インターセプト、ターンオーバー。ここでユニコーンはパスを投じましたが、しかしこのパスを取ったのは CI コルベッツ22番。インターセプトによりまして攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは CI コルベッツ22番の柴田、九州産業大学出身のプレイヤーです。CA コルベッツ相手陣34ヤードからファーストアンテン。キュービーサーブ。ここでクォーターバック41番パスを投じようとしましたが、これを、ユニコーン57番がキュービーサーク、約2ヤードロスに変えました。見事キュービーサックをしましたのはユニコーン57番の篠田、中央大学出身のプレイヤーです。 CA コルベッツセカンダウン12、ボールオン相手陣36ヤード。キュービーサック。今度はユニコーン50番が再びキュービーサックとしてさらにロスを奪いました。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。これにより5ヤードバッタイという形になります。先ほどの QB サックは無効となりました。CA コルベツ結果的に相手陣31ヤードに入りまして、セカンドダウン7の状況となります。 CA コルベツセカンドダウン7。これはユニコーンナイスディフェンス。クォーターバック41番パスを投じようとしましたが、ターゲットを見つからず中央突破を図るスクランブルに転じました。しかしこれもユニコーンディフェンスライン対応しましてノーゲイン。ゲインなくサードダウンに追い込みます。CA コルベッツ相手陣31ヤードからサードダウン7。さあコルベッツこの7ヤード突破なるでしょうか。クォーターバック41番ターゲットを見つからずプレッシャーを回避してスクランブルに転じました。しかしこれをユニコーン見事に対応しまして、このランボーノーゲイン、フォースダウンに変わります。コルベッツ41番大平、苦しい状況に追い込まれております。コルベッツフォースダウン6、ボールオン相手陣30ヤード。ここでホイッスル。
ここで CA コルベッツ前半1回目のタイムアウトを取りました。現在状況はユニコーンが7点、 CA コルベッツ0点となっています。状況は CA コルベッツ攻撃の状態にありますが、フォースダウン6、最後の攻撃の状況になっています。ボールオンは相手陣は30ヤード、前半残り時間は1分53秒となっています。タイムアウトを解けまして試合再開です。 CA コルベッツフォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。ナイスパント、プレーをすると見せかけてランニングパントしました。ボールはユニコーン陣7ヤード付近で外へ出まして、この位置での攻守交代となります。コルベッツ結果的には得点奪えませんでしたが、相手陣深くにボールを押し込んだ形で攻撃権を譲渡する形に成功しました。ユニコーン自陣7ヤードからファーストダウン10、ここでボールはファンブル。さあどちらが抑えたでしょうか。ユニコルベッツが抑えている。さあ審判の判定はどうか。攻守交代、ターンオーバー。ここでユニコーントラブル発生、ラインマンからボールを受け取る際ボールのファンブルが発生しました。このボールを抑えたのはコルベッツの64番。これにより攻守交代となります。ターンオーバー、 CA コルベッツの攻撃に変わります。CA コルベッツ相手陣5ヤードからファーストアンドゴー、エンドゾーンまで残り5ヤードの絶好の機会、生かせるでしょうか。パス不成功。ここでまず中へ走り込んできたワイドレシーバー22番にパスを投じましたが、これはディフェンスのカバー厚く、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。CA コルベッツセカンドダウン2ゴール、残り5ヤード。パス成功、タッチダウン。クォーターバック41番、ここで左側にいたワイドレシーバー8番にパス、1対1の競り合いに8番見事勝ちまして、このパスをキャッチ、エンドゾーンで着地でタッチダウン。 CA コルベッツ6点獲得、見事タッチダウンパスキャッチしましたのは CA コルベッツ8番の小原、久留米大学出身のプレイヤーです。かつて福岡サンズの早々期に活躍したこのワイドレシーバー、このチームで活躍しています。CA コルベッツトライフォーポイント、キック成功、1点追加、 CA コルベッツ7点、ユニコーン7点、同点となりました。これにより試合は振り出しに戻った形になります。第4クォーター残り時間1分
まず先にユニコーンがタッチダウンし、このまま前半戦を終えるかと思われましたが、CA コルベッツ前半終了前に得点を挙げ、見事試合を振り出しに戻すことに成功しました。その CA コルベッツのキックオフで試合再開となります。CA コルベッツキッカーは19番の小倉が務めます。久留米大学出身のチームのルーキーです。さあユニコーンリターンに入ります。このリターン自陣20ヤードを超えたあたりでボールデッドとなりました。ユニコーンリターナーは5番の栗原でした。福岡教育大学出身。ユニコーン自陣22ヤードからファーストダウン10。前半残り時間は1分18秒。さあフルバックのダイブプレー、ブロッカータイプの選手にボールを託し中央突破を図らせました。ナニバック29番、このランにより約6ヤードのゲインを奪っています。ユニコーンランニングバック29番は伊予原、広島大学出身。ユニコーン自陣27ヤードからセカンドダウン4。不成功。ここでクォーターバック11番、プレイアクションパス、ランプレーフェイクで1点ロングパスを投じました。ワイドレシーバー13番、これを伸び上がるようにジャンピングキャッチしましたが、しかしパス不成功、キャッチできずです。攻撃権1つ失ってサードダウンと変わります。ユニコーン自陣27ヤードからサードダウン4。前半残り時間は35秒。パス不成功。クォーターバック11番、右に流れながらターゲットを探し13番にパスを投じましたが、これはディフェンスのカバー厚く、パス不成功となっています。ダウン1つ失いフォースダウンと変わります。ユニコーンフォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。このパントは相手陣に入ったところでボールデッドとなりました。攻守交代となります。CA コルベッツ自陣46ヤードからファーストダウン10。前半残り時間15秒となっています。D ダウン、膝をついてランプレーの扱いとし時計を回します。
ここで前半終了となりました。前半終了です。得点は7対7同点となっております。前半終了となりまして、ユニコーン7点、CA コルベッツ7点、両者同点の状態で前半終了となりました。双方とも勝利の可能性は残る形でハーフタイムに入ります。